残り周のブルーフラッグを通過しています。山田正弘が先頭です。近況は車検絡みラッシュでありますが、ここの勝負どころ準決勝で久々勝利となりそうだ。2番手4番守屋、そして3番手が田辺、4番手が岩田博美、体勢固まった。今最終コーナーをクリアしました。9レースからは山田正弘優勝戦一番乗り。いやいや危ない危ない、おお、これはド派手な危ないシーンがありました。2番手森勝之、3番手山田、外から中村が迫りまして最終コーナーに向かっています。先頭は早船歩、2番手森勝之、3番手山田、勝ったのは早船、2番手森勝之。黒川は海の順です。3番手が掛川勝人、体勢が固まってこれから最後のコーナーに向かっています。先頭は黒川京介です。2番手は海、3番手が掛川勝人。今最終コーナーを黒川がクリアしました。黒川が先頭ゴール、2番手は海友和。残り1周ブルーブラック、小林瑞希は2番手の位置、神谷田が3番手の位置。さあ最後のワンチャンスを狙いまして最終コーナーに向かっています。わずかに佐藤雄二が先頭だ。技ありの6周回、最後は切り返しの体勢から小林瑞希が並ぶ、小林が並ぶ、接戦ゴール。ファンの見据える先は10メートルのスタートラインです。いよいよ5日間の結びの一番を迎えます。優勝戦です。1番山田正弘、2番早船歩、3番森勝勇気、4番佐藤雄二、5番小林瑞希、6番若井智和、7番黒川京介、以上のメンバー。10メートルオープン12レースの優勝戦です。一番人気は森、今回は団体戦のリーダーとして優勝に貢献して、最後は個人戦でどんなパフォーマンスを見せるのか。カラクラシック202310秒前です。優勝戦の発想でございます。5秒を切ります。スタートまで3秒前、12レース優勝戦スタートしました。インコースから山田正弘、さらには早船歩、森勝之と枠なりスタート。内側潜り込もうとするのは佐藤雄二、相当からまくってくるのは黒川京介であります。棋戦を制したのは山田正弘、そして早船歩、3番手内を通りまして佐藤雄二、アウトコースには森の姿があります。まくってくる黒川、遅れを取ったのは小林と若井であります。競争は2周回目、山田正弘が主導権を握っています。2番手内突っ込むようにして佐藤雄二が攻め上がりました。このレースを撹乱するか佐藤雄二、さらには5番の小林瑞希も混戦をさばいて3コーナーでは3番手、森は苦しい展開になりました。残りは4周回、さあ先頭に上がるか佐藤雄二、先頭は山田正弘、24期が先頭2番手を固める格好になりました。3番手から小林瑞希が佐藤雄二の因果は捉えた。2番手に小林が上がっています。逃げるのは山田、逃げるのは山田、追いかける1番手は小林瑞希、3番手から再度浮上なるかどうか佐藤雄二、残りは3周回であります。山田がレースを牽引しています。小林が2番手の位置、佐藤雄二3番手、山田に前輪かかった小林瑞希、3コーナー捉えました。3コーナーここで小林瑞希は先頭に立っています。山田は2番手に交代しました。佐藤3番手、若井智和4番手、残りは2周回終盤戦です。抜け出しました小林瑞希が先頭です。2番手は山田正弘、内を狙って佐藤雄二、しかしもういっぱいになっている。3コーナーから4コーナー、残りはあと1周と少々であります。リードを開いた小林瑞希、あっという間に1人目の競争になりました。さあ2番手争いは内を刺してくる佐藤雄二、山田を捉えました。佐藤が2番手も少々膨らんでいる、ぐらついた山田、外から若いも迫っています。最後のコーナーに向かいまして2番手争いは佐藤がリード、山田は3番手、先頭はご覧の大差をつけました。小林瑞希が先頭だ。今年2回目、通算8回目の優勝ゴール、小林瑞希さばいて勝利、今年2回目の優勝ゴール。昨年 SG 優勝を果たしたオートレースグランプリを前にしまして、自らリズムを作る優勝ゴール。道中さばいてまさにタフなレース内容でした小林、通算8回目の優勝ゴール。2番手ゴールは佐藤雄二、3着争いは接戦、わずかに山田が優勢か。川口オートレースクラシック2023結びの一番、
小林瑞希が頂点に立ちました。やったー、やったー、やったね、すごかったね、さばけたー、さばいたねさすがっすね、超すごかった、社長が喜んでるよかったっすすげえ。みんなで写真撮りましょう、せっかくなんで、おめでとう、おめでとう、ありがとうございました、ありがとうございました、みんな来てください、写真ぜひ来てください、いいですか、ありがとうございます、じゃあ撮りまーす、もう一回行きまーす、ありがとうございます、こちらもお願いします、撮りまーす、はいチーズ、もう一枚行きまーす、ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、去年のリベンジしやがって、マジで吉田さんに負けた、さあこれから小林選手のウイニングランとなります。昨年はオートレースグランプリで SG の優出を遂げましてね、そうですね、うん、まあ、そのグランプリを前にまた流れを自ら作るという格好になりましたね、はい、うん、そうですね、まあ、前回はちょっとね、あ、先生ですね、はい、あのスタートでね、落車なんかもありましたけどね、うん、そうですね、よく立て直してきましたね、はい、あの不成立になってしまって本人もね、うん、あの昨日の準決勝の勝ち上がりインタビューでは、その不成立について皆さんにね、うん、頭を下げていたシーンが印象的で、はい、ね、まあ、それを結果を持ってね、恩返しをするという、そういう格好になりましたね、はい、ゆっくりゆっくり今ファンの皆さんの声援に応えている小林瑞希選手です。あの32期生の中ではやはり鈴木圭次郎選手、目立つんですけども、はい、あの、まあ、どちらかというと後発でゆっくりゆっくりこう、ね、うん、自力を年々増しているような印象がありますよね。あの一気にはいかないんですがね、あの着実に上がっているような感じしますよね、うん、まあ、これやっぱり努力の賜物でしょう ね、 そうですね、あ、応援タオルを掲げてくださっているファンの方もたくさんいらっしゃいます。はい、小林瑞希選手のウイニングランご覧いただきました。では優勝戦振り返ります。マフラー言っときました。あ、本当？ありがとう。どう？よかったです。はい。ありがとうございます。さあ、イベントホール目を向けていきたいと思います。これから川口オートレースクラシック2023表彰式になります。小林瑞希選手の登場です。ご覧ください。それでは優勝しました瑞希選手にお話を伺っていきたいと思います。瑞希選手優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、すごい歓声ですけれどもいかがですか。いや、もうありがたい限りです。はい、通算8回目今年2回目の優勝となりましたけれども、今のお気持ちお聞かせください。いや、もうめちゃくちゃ嬉しいです。結果を出して挽回したいというふうにおっしゃっていましたけれども、挽回なりましたかね。そうですね、まだまだ返し足りないですけど、一つこう優勝という結果で、少しは返せたのかなと思ってます。まず試走が 3.35 でしたけれども、手応えの方ありましたか。はい、タイムもしっかり出てたんで、バイクは信じてました。それではレース振り返っていきます。スタートご自身の中でいかがでしたでしょうか。いろいろ今節はスタート課題で、たくさん練習したんですけど、まだちょっと思うようなスタートを切れなくて、ちょっと展開的には苦しかったのかなと思います。ただその混戦をですね、うまくこう抜け出して、まあ、いった印象があるんですけれども、その時の心境というのはいかがだったんでしょうか。そうですね、正直うまく抜け出せるとは思わなかったんですけど、もう本当に車がいい状態で自分の思ったところにしっかり連れてってくれたような感じでした。先頭を走りまして後続を離していましたけれども、その時お気持ちどうでしたか。もう先頭立ったからにはもう絶対譲れないと思って、一生懸命ペース上げられるように走りました。ゴールした瞬間のお気持ちいかがでした。
そうですね、優勝戦自体ちょっと何ヶ月か乗れてなかったんで、本当にめっちゃ嬉しかったです、はい、ウィニングランもすごく温かい雰囲気になりましたね。そうですね、お客さんの、はい、温かい声援で、はい、そういう雰囲気になりました。改めて今節一節間振り返りまして、エンジン状態いかがでしたか？前回落車しちゃったんですけど、マシンの方が大きく崩れることなく、初日からいい状態で5日間走れました。そして今節はファン感謝祭ということで団体戦もありましたけれども、今節振り返ってみていかがでした？本当にお客さんに迷惑かけることもたくさんあるんで、こういうファンと一体になってできる大会でこう結果が残せて、さらに嬉しいです。次節は8月3日からの川口のレース、その後は SG オートレースグランプリ控えていますけれども、意気込みも含めてファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、まだまだ課題だらけなんですけど、もう本当に成長あるのみで、毎節一生懸命やっていくんで、これからも応援してください。ありがとうございました。見事優勝しました小林瑞希選手でした。おめでとうございます。じゃあ最後にやる気で瑞希で返してください。じゃあ行きますよ。やる気元気瑞希ありがとうございました。川口オートコシ YouTube です。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか優勝は？いやもうめっちゃ嬉しいです。今回、はい、団体戦が3日間あってっていうところで、ね、はい、普段となんか違う感じなんですか、ロッカーの雰囲気とか、そういうのどうでした？そうですね、なんかオートレース個人競技なんですけど、こう団体戦ってことで、ちょっとチーム一丸じゃないですけど、普段切磋琢磨してるライバルなんですけど、ちょっとこう和気あいあいじゃないですけど、ロッカーも和やかな雰囲気ですごく楽しかったです。まあ、そこからまあ準決勝からなんか個人戦という形でありましたけど、はいはい、まあ、今後につながるいい勝利ではないかなと。そうですね、こういうレース展開で勝てたことがないので、すごく自信になりました。じゃあ、次の川口開催オートレースグランプリに向けて意気込みを最後にお願いいたします。はい、本当に前節皆様に迷惑かけちゃったことで、すごくさらに考えさせられて、こうやってまだまだ返し足りないんですけど、優勝という一つの形で、恩返しすることができたのかなと思います。次節も誠心誠意、やる気元気瑞希で真剣勝負していくので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。1着5番、2着4番、3着1番、以上でございました。